皆さんどうもこんにちは、かくれんそう。日は6月22日からやってくるかもしれない週刊エピソードをやっていきたいだと思います。みんな久しぶりに週刊FP が帰ってきたぞ。リーグ戦終わったのになんでこのタイミングで週刊FPって思ったそこのあなた、今回はリーグ戦クラブではなくて国代表週刊でございます。まあ一応ですね、公式発表があったわけではないので 100% 来るわけではないんですけど、3月にユーロ予選から国代表週刊が来たことを考えると今週も来る可能性高いんじゃないかなって思ってますね。今回もみんながワクワクするような FP 予想をがっつり持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったな、ワクワクしたなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということでまずはですね、対象試合に関してなんですけど、基本的には前回の週刊 FP もヨーロッパが対象だったのでそこは間違いないとして、候補としてはユーロ予選、ネーションズリーグ、親善試合、この3つがあります。まあ、どこまで対象にするかっていうのは迷ったんですけど、一応ですね3月の時がユーロ予選のみ対象だったので今回はそこに絞って予想してきました。まあ、正直ガチャ的にはネーションズリーグや親善試合が入ってくるとスペイン、ドイツ、イタリア、クロアチア、この辺りが入ってくるので激アツではあるんですけど、まあ、期待してこないのが一番辛いので一番安牌な選択肢として今回はユーロ予選のみを対象として予想を持ってきました。その上でこの後のポジション別の予想楽しんでいってください。ではまずゴールキーパーになるんですけど、まずはリトアニアのゲルトモナス選手。結果はですね引き分ければあったんですけど、試合序盤に退場者を出してなんとシュート27本を浴びて9セーブ、やばすぎる活躍だったので今週の筆頭候補になってくるんじゃないかなって思いますね。まあ、他の候補だとデンマークのシュマイケルなんかも可能性あるんですけど、いや今のガチャさ指名契約で来てて投票 FP でも来て週間でも来たらもうとんでもないことになるのでちょっと可能性は低いんじゃないかなって思いましたね。まああとはね、まあ今回ユーロ予選のみではあるんですけど親善試合が対象ならもうシチェスに一択になりそうですよね。なんとドイツ相手に26本シュートを浴びながらこちらも9セーブ、いや相手がドイツっていうのがやばいですよね。ハイライトも見たんですけどもはやシチェスニーのセーブ集みたいになってたので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。お次はディフェンダー、ミッドフィルダーとフォワードを多めにピックアップしたので今回はチェコからクレイチ、トルコからバルダグジュ、この2人をピックアップさせていただきました。まあガチャ的には超激アツにはならなそうなメンツですけど、やっぱり珍しいメンバーが入ってくるのがいいですよね。未所属ってなってる選手は普段の習慣だと絶対に来ないメンツになりますので希少性は抜群ですし、そういった楽しみ方ができるのが国代表習慣の魅力ですよね。ということで目玉のミッドフィルダーとフォワード見ていきましょう。さあ皆さんワクワクする準備はできてますでしょうか。まず一番注目からイングランドからアーノルド選手、なんとミッドフィルダー出場で1ゴール評価点級のマンオブザマッチ。これはミッドフィルダーに代わってバグ強化あるんじゃないですかね。中盤適性しっかりついた上に全体が強化されたら絶対にやばいので、来たら確実に大当たりは組んだりそうですね。いやでもそれにしてもアーノルドかっこよかったな。イングランドの10番を背負ってあのミドルシュート、主人公でしょう。ちなみに直近のショータイムの能力はこちらですね。それこそこの時って右ミッドフィルダーに本適性がついて、まあさすがにここまで能力上がっちゃうとショータイム何だったのってなっちゃいますけど、バグ強化考えればこれに近い能力になることはありえると思いますので、そうなると週間としては過去最強クラスのあたりになるんじゃないかなって思ってますね。いやこれがめちゃくちゃ楽しみ。まずは国代表週間来てください。さあここからは評価順に行きましょうか。まずはアルメニアの10番セララジャン選手。いやまず名前がいいよね、セララジャン。モンハンに出てきそうです。この選手もですね普段メジャーリーグサッカー所属の選手なので週間には基本出てこない希少性高めの選手になってますね。しかも今回アルメニアはウェールズに勝ってますので可能性も結構高そうですね。でこちらがですね通常の能力になるんですけど、結構強そうじゃないですか。2列目からの飛び出しでこの能力スキルは全然やれそうだなって思いましたね。しかも週間って考えたら全体ががっつり底上げされますので地味に期待できる選手の一人なんじゃないかなって思ってますね。さあ次行きましょうか。次はもう常連のブルーノ・フェルナンデス選手。ポルトガル代表でも安定の大活躍で2ゴール1アシストと全得点に絡んでおります。てかポルトガルメンバーエグすぎませんか。改めてスタメン見てバケモンしかいないなって思いましたね。そしてこの試合僕もハイライト見たんですけど、ロナウドがかなり献身的な活躍しててすげえいいなって思いましたね。
またブルーノに関してはショータイムが先日無料配布されたので、そことの差別化はしてほしいですよね。スキル追加なり強化度なりで魅力的なブルーノ来てほしいなって思ってますね。そして最後は国代表の醍醐味、未所属枠スロバキアのクツカ選手。アイスランド戦の勝利に貢献した36歳のベテランをピックアップさせていただきました。ハムシクのアシストから半端ないミドル決めてましたので、そこだけでもぜひハイライト見てみてください。ちなみにクツカはボックスドゥボックスでこんな能力ですね。スピード瞬発は低いですけど、スキルはなかなかに良さげですね。ということでピックアップはこちらの4名になるんですけど、期待枠三重士ムドリク、エリクセン、カマビンガ、この辺り誰が来てもいいですよね。ただフランス、ウクライナなんかはフォワードで別の選手を選んでますので、今回は期待枠ストップとなりました。いやでもね、ムドリクとかマジですごかったですよ。北マケドニア相手に0対2からムドリクの2アシストで大逆転。個人的にはね、1アシスト目の突破からのパス、2018年ワールドカップのパバールのゴールを思い出すような素晴らしいゴールでしたね。ということでラストフォワード見ていきましょう。さあ今週フォワードも注目選手いますよ。まずはジョージアからナポリのクバラツェリア選手。ナポリだけじゃなくて代表でも活躍してるんですけど、何がやばいって今回のクバラツェリアセンターフォワードで出場してるんですよね。もし来たらセンターフォワードに本適性追加の決定力爆上げはほぼ確定になると思いますので、アーノルドと同じぐらい楽しみな選手になりそうですよね。評価点 9.1 の MOM なので評価点的には十分なんですけど、不安要素で言うとゴールもアシストもしてないので、この辺りがちょっと気になりますが、まあでも期待も込めて今回選ばせていただきました。ちなみにクバラツェリアは先日のアップデートで特殊ダブルタッチは消えちゃってるんですけど、能力はぶち上がってますので、低めの決定力やオフェンスセンスがセンターフォワード登録でぶち上がれば絶対にすごいことになるんじゃないかなって思ってますね。いや木曜日結構楽しみになってきました。そして2人目はウクライナからツィガンコフ選手。試合終盤に決勝点となる3点目を完璧な抜け出しからゴール。ミドリクとの連携完璧でしたね。ちなみに通常の能力はこんな感じで、典型的なウィングストライカータイプですね。スキルは優秀なタイプで、ヘディングでのゴールだったことを考えるとヘッダーの追加なんかがありそうだなって思ってますね。そして3人目はフランスからコマン選手。フランスはジブラルタル相手に3得点の快勝。開始3分にジルーのゴールを完璧なクロスでアシスト。コマンもですね、中型アップデートで強化組なので、こっから習慣は期待できますし、あのアシストを見たら絶対ピンポイントクロス追加されると思いますので、そうなるとなかなかに魅力的だと思うんですよね。ウィングのスーパーサブとしての格が1段階上がってくると思いますので、このコマンもなかなかに期待できますね。そして最後4人目はスコットランドのダイクス選手。普段はイングランド2部の QPR でプレーしている選手ですね。いや QPR、 クイーンズパークレンジャーズって聞くとバロテッリからアグエロが決めたあの試合を思い出しますよね。ちょっと話はずれちゃいましたけど、スコットランドはハーランド擁するノルウェー相手に勝利していて、ダイクスがアシストした2点目、これがめっちゃ綺麗だったので、よかったら概要欄のハイライトからチェックしてみてください。ちなみにスコットランドは今3連勝でスペインを抑えてグループ首位でございます。めちゃくちゃ強い。でダイクスの通常の能力こんな感じなんですけど、まあ、能力的にはかなりの強化を受けないとガチスカ級にはならなそうかなって思ってますね。今回はこちらの4名ピックアップさせていただきました。期待枠でいうとスイスのシャキリですかね。こちらもですね、メジャーリーグサッカー組なので週間に選ばれないことを考えると登場の大チャンスになってくるんじゃないかなって思ってますね。ということで改めてまとめると11名予想こんな感じになります。まあ、今週はアーノルドとクバラツェリア次第かな。まあ、でも順当にいけば2人とも選ばれてくると思いますので、そうなるとなかなかに熱い週間になるんじゃないかなって思ってますね。まあ今週みたいな復刻もいいですけど、新しいやつが来てくれた方が絶対みんな盛り上がってくると思いますので、ポナミさん絶対出してください。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。また週間はちょっとお休みになりますけど、新シーズン始まったらがっつりやっていきますので、そのあたりも楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。